ローリー・ダーラム・ケリー広域都市圏、および広域都市圏を構成する各都市圏、小都市圏の1ダーラム・チャペルヒル都市圏、ローリー都市圏ヘンダーソン小都市圏、リサーチ・トライアングルはアメリカ合衆国のオスカロライナ州中央部、ピードモント大地の東園に広がっている都市圏。州都ローリー、ダーラム、およびチャペルヒルを中心として形成されている。 単に、ザ・トライアングルと呼ばれる。正式名称では、ローリー成功の大型郊外都市、ケーリーの名を冠して、ローリー・ダーラム・ケーリー広域都市圏という。旧軍にまたがる。この広域都市圏は、ローリー・ケーリー都市圏とダーラム・チャペルヒル都市圏の2つの都市圏、および、ヘンダーソン・ショート市圏からなっている。人口は174万185人。 リサーチトライアングルはその名が示す通り、アメリカ東海岸を代表する高等教育機関や研究所が集中する世界でも有数の学術都市である。ローリーにはノースカロライナ州立大学が、ダーラムにはデューク大学が、そしてチャペルヒルにはノースカロライナ大学がそれぞれキャンパスを置いている。トライアングルとはこの3校を指す故障である。 1959年にリサーチトライアングルパークが設置されると、この地の研究施設や教育水準の高さもリーとなって、地域一体はハイテク産業の中心地になった。リサーチトライアングルにはアメリカ最大手企業である SAS インスティチュート、Linux、RedHat、Lenovo が本社を置くほか、Cisco Systems、IBM、NetApp や Dupont も重要拠点を置いている。 このリサーチトライアングルと混同されやすいものに、グリーンズボロ、ウィンストンセーラム、ハイポイントを中心として広がっているピードモントトライアドがある。ピードモントトライアドはリサーチトライアングルの西に隣接しているが、それぞれの周都市であるローリーとグリーンズボロは約 126km 離れている。リサーチトライアングルを形成する各軍の人口は以下の通りである。ありがとうございます。